琉球舞団昇龍祭り太鼓。琉球舞団昇龍祭り太鼓は沖縄の青年会活動のエイサーとは異なり、特定の地域に依拠しないため、本来の旧盆行事の一つとしてのエイサーから観客を魅了させる演舞を重視するようになった創作エイサー団体です。伝統的なエイサーで使用される古典曲に加え、沖縄のロックやポップス曲も使用し、また踊りに沖縄空手の型やさまざまな琉球芸能の型を取り入れるなどの特徴があります。2010年10月には沖縄で開催された第1回全国エイサーフェスティバルでグランプリ賞を受賞。国内外問わず活動を展開している創作エイサー団体です。
考え